さあ、宝探しの散歩へ、そろそろ出発しよう。ワオ！ロースでございます。よくやってみましょうか。なんかね、最近ちょっと衝撃的な事実が分かりまして、何かっていうと、今これ普通に RE2 やっててさ、もうパート9くらいまで行って、で、もう間もなくね、ボスをぶちのめしに行くっていう、その直前まで来ているところなんですが、ダウンロードコンテンツ、その前に流したじゃないですか、バイオビレッジのね、ローズ編だったりとかっていうのを、まあ、それからサードパーソンシューティングとかもやったりとかしてみたんだけど、さらにその直前まで2週間ほど流した心理学とかコーチングとか、筋トレ系のマインドマップのやつがあったんですと思うんですけど、あれが、あっちの方が再生数伸びてるんだよね。焦げてるし、初めから焦げてたんだよ。そうなんですよ。だからもしかしてこう子さんのこうファンの方々が実はそっちの方が おすみそのコートもで全身が白くなり下がるやつなんだよ、やろうめ。たく。つまりずっと、でも どうやってまずそもそもネストまで歩いてきたの、ずっしんずっしんしてきたのっていう話なんだけど、まあまあそれはいいや。ねえ、そろそろ立ち上がるかな。おはよう。おはようさ。そう、そんなのやって。なんかね、最近あげるそのここら辺のバイオの動画とかっていうのは、まあ、残念ながらまあ、数十回再生レベルなんですよね。まあ時々サムネもしくはタイトルで釣ったりとかすると、なんか何百とか、中には何千って言ったりとかしてるやつもあったりするんだけどね。ごちそうさまでした。おやすみ。かわいそうに見えてきたな。ういでもこいつそもそもどこまでついてくるんだっぺやっていう話だよね。すごい斜めってんの。なんか朽ち果てたプロレスラーみたいな感じで。プロレスラーあれだもんね。攻撃を避けないっていうのがなんかルールで。おお、来たー。逃げろ。おちょくりすぎて怒られるかもね。逃げろ。そう、っていうのがあったんで、ここまで来るのかな。来てる。いない。じわじわ近寄って。ほら、ああ倒れてた、かわいそう。はい、こうなんか いじめるのにも飽きたんで行こうか。よいしょ。こっから行ったんだよな、すげえな。初めて知ったわ。なんか気づいたらなんか後ろから追ってきてるみたいな感じだったからね。移動範囲さえ限られてなかったとしたらさ、こいつ永遠についてきてさ、G3 と戦うタイミングで一緒にいたりとかした可能性があるってことだよね。それ考えたらなかなかに恐ろしいでごわすって感じなんだけど、まあ現実そうならなくてよかった。本当のそのゼルダのブレワイみたいな感じでさ、オープンワールドの G ウィルスしたらこの先が終わったってなったかもしれない。まあ、そんなのはどうしようって、だからどうしようかなと思って、まあ、普通にやって楽しいのはゲームなんだけど、まあ、もう一回その、まあ、今そのブームがもし来ているのだったとしたら、内容は精査する必要があるけど、まあ、そこのニーズに応えていくためにも、ちょっと過去に流した動画っていうのを検索するのもめんどくさいから、なんかこうブルーホースセレクションみたいな感じで、これ過去受け良かったかもしんないとか、今だったらこれ見てもらうのにいいかもしんないっていうので、まあ再アップロードしようかなと思います。まあただ余裕があれば自分でまた新しいそのネタ、まあまだまだその何百何千ってストックあるんで、それを引っ張って作ってっていうのはいいと思うんだけど、まあ、いかんせんゲームやりながらこうやってベラベラ喋るっていうよりも、マインドマップ作ってって やるとね、結構なね、1本あたりのね、何時間っていう準備期間がいるんで、まあ、それをやってるからこそ、こうみんなね、見ようかなっていう気になって、今その時代が来てるのかもしれないけどね。まあ、残念ながら、ね、結局そういうことなんだよな。やっぱ準備をどれだけしたかによって、うん、みんながね、
見てくれるかどうかっていう話なんだよな。まあ、そういうところなんじゃないかなって思うけどね。まあ、皆さんもこう得たい成果が あればね、それ相応の準備を仕掛けておかないと、まあ、残念ながら大変な目に遭うと、あの本番がもう なんともいかんともしがたい、自分が求めているような結果が得られない状態になっちゃうと無防備だないうところなんで、まあ、そういったね、なんか説教じみたものをなんかゲームやりながら聞きたくねえわって思うかもしれないけど、まあ、まさにその通りなんだけどね、まあ、あの要するにはそういうことですわ。はい、ということで、今からですね、久々のじいちゃん、じいちゃんって言い方したらあれだな、グランパになっちゃう。さあやってまいりました。彼が何発ぶち込めばお亡くなりになるのかっていうところだよね。そこら辺がまあ、どこまでの耐久力があるのか、まあ普通に考えて10発もぶち込むやん勝てんじゃねえかって勝手に思ってるけど、実際のとこは分かんないからね。どけるどういうつもりだ。ムービーシーンだったけど普通にコーヒー、もうこうするしかないの。さてさてどうかな。そもそもこんなので一発で倒れるくらいだったらさ、明らかに弱小っていうのが分かるんだけど、なんかムービーで出てくる時の敵ってやたら強かったりやたら弱かったりって、こう実際に戦う時の耐久値って意外とこう変わっちゃったりとかしてるから、結構そこら辺の塩梅って難しかったりするよね。例えばさ、バイオ1とかでもさ、あのバリーの44マグナムってさ、あらゆる敵タイラントですら一発でぶち殺すことができるっていう威力を持ってるのにさ、最初に出てきたゾンビ3発ぶち込まないと死なないとかさ、2発じゃないと死なないとかさ、恐ろしい耐久力持ってるじゃないですかね。とかそういうのもあれば、なんかバイオ5とかバイオ6とかに出てきたジュアボだったりとか、それからなんだっけ、ジュアボとバイオに出てくるのはキペピョじゃなくて、あの敵なんだっけ、ガナードじゃなくて、あれた、まあ、そいつらとかをこうなんか一撃で ぶちのめすことができたりとか、そういうのもあったりとかしたけど、なんかそういうのもあったりするんで、こうムービーで演出をこう考えるっていうところでそういうのがあるのかもしれないけど、意外とこうね、確かにジーベリスを作ったわ。でもこんなのは想定、ドキドキ今日あんたの責任だ。近い、この女は私が今からキャッキャボフするんじゃ、よく熱きんだけどババアじゃねえか。罰が欲しい、俺のハゲな頭をどうにか。でも一応ブロンドヘアなのかな。まあ唯一シェリーがあれだよね、親の遺伝受け継いでよかったなって思うところはブロンドヘアなんじゃない。まあ、残念ながら RE で完全形成になったかな。いずれバイオハザード RE6 をやってくれるってなった時に6なんかあるのかな。で RE6 やりますってなった時に、ういあれちょっと待って、シンプルこいつ食らってねえぞ。どうなってる、どうなってる、今で何発、4発5発6発7発あ、最終決定かなこれ。7発あ、このところ行くんだ、やっぱ9発10発10発12発13発14発15発16発17発ごめん、もうカウントが適当になっちゃった。まあ、あれだね、僕の実況もクソつまんねえけど、あの何のあれもなくただ単に粛々とメガトンランチャー撃ちまくってたら お亡くなりになっちゃったって感じだね。じゃあもうアイテム拾うこともないんで登りましょう。でこれで、あ、いるよね、やつね。クレア部屋も先に戻ってるのかな、確かね。まずいな。まあでも結局はエイダーとキャッキャイチャイチャしててだよね、ゴミの匂いがちょっとマシになったのか、どうなんだ。さっきの話信じられないけど、ジーウイルスを処分するの約束して、大変でしたな本当に。あれは証拠だ、 FBI に渡す。まあ、そんなこんながあって、なんか今日はちょっと、なんかしっぽりと喋りたい気分なんだよね。どういう意味だ。そう、
最近その心理学とか、まあコーチングの話だったりとか筋トレとかの話とかっていうのを結構ね、あの YouTube だけじゃなくて、実はなんだっけな、あの筋トレが結構その例えばバルクスのさ、プロテインとかがなんか渋谷をジャックして CM を永遠に垂れ流し続けたみたいなことがあったりとかって、まあフィットネスブームっていうのが多少来てるっていうところなんでね、そういうのが関連するとテストステロンみたいなそのホルモン的な話だったりとか、それから筋トレっていうワードがこうなんかバズったりとかっていうのがあるんで、まあそういうので結構再生数伸びたりとかっていうのはあるんだけど、なんかね心理学のその嘘だったりとか自己肯定感とかっていうところのなんかキーワードなんかっていうのも結構こうヒットしたりとかっていうのがあるから、まあ今その何がこう皆さん求めてるのかっていうと、やっぱ2020年も差し掛かってきて、もう物にはだいぶこう満たされてきてると思うんですよね。だったらまあ残念ながらその物を手に入れるのが今相当厳しい時代で、まあ、物価高だとかね、円安だとかって言われる。だから海外から物を輸入してきて日本で売りさばくってなったらすごい大金持ちになるチャンスが今あるかもしれないけど、まあ、その一方でやっぱり物に溢れすぎて、君のことを考えてた、なんかもうちょっと頑張れば手に入るみたいなね、もう物が手に入るみたいな時代になってるっていう時に、なんかがっついてそこまで手に入れるみたいな車とか家とかっていうのがないから、残念ながらどっちかっていうと人間はその同じものを買うにしてもどれだけ自分の心が充足感を持てるかっていうことを求める時代になりつつあるんじゃないかなっていうふうには思ってて、でそうなった時にやっぱり心理学っていうのは結構大きなキーワードなのでね、自分がじゃあ何がしてたら、何をしてたらとか、何を手に入れたらどんな過ごし方してたら満足できるのかっていうのを、そういうのを考えるっていうのが非常に大事だったりするんだよね。でなった時にエイダって何を求めてるんだろうね単に任務を受け負って、あのなんか死ぬか生きるかのスリルを味わうっていうのがこれすごい楽しいのか、もしくは本当にこう任務中以外はとんでもないお金を手に入れて、実はサングラスをかけてビキニを着てバカンスを楽しむのが趣味だったりとか、そのあたりが一体どうなってるのかってやね、なんかあのエイダの隠しアイテムバイオ3だっけかなんかで手に入るその後日談みたいなやつの中で、結構エイダの日記じゃないけど後日談のやつの ムービーなんて言ったらいいの、あれ後ろの写真撮ったらいいのかな、ちょっと脇腹を押さえてる写真みたいなのがあったけど、あんなのやると結構 エロかったりする。スポブラ一着着てさね、だから多分スポブラつけてっからあれなんだろうな、結構誰にも渡せないわ、あんだけ巨乳化してるのに一切プル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 揺れないっていうのがあるんだろうな。うん、さっさ一人金髪ババアが亡くなった。頑張れ、やっと二人きりだ、さあ僕と一緒に踊りませんか、うふふ。もういいわ、諦めるな。そもそも21歳の好青年、そんなに筋肉質でもない感じなのに、一人の女性がね、仮に55キロくらいだったとしたら、ようこんな片腕で支えられるよなって思うよね。生き延びてレオ、レオ、グッバイ、さよなら、ヒューマン。あの高さから落ちてどうだったんだろう、だってまだこの時あのフックショット持ってないもんね。あれ落ちてサンプルをダッシュしてだもんね。あれか、演出か、先に行ってで格納されているロケランを手に入れて、でそろそろレオン来る頃だわねって言ってる間に、あのマニキュア塗ったりとか爪をヤスリで削ってちょっと手先整えたりとかして、あ来たわねって、アンラマごっついタイラントさん連れてきちゃって、じゃあこれで始末して差し上げてって言ってロケランをスーって流して、で借りは返したよレオンって言ってカッコつけてるんだけど、実のところそうしないって言われたら、はい、おおお、閉まります、下へ参ります、ピンポンパンポン。さあ一人の女始末したところで、もう一人の女キャッキャウフフしようかな、やっぱり19歳の女子大生だよなっていうのがレオンの本音です。にしてもこれくるくるくる、これあれだよね、なんかなんとなくあのバイオ6のジェイク編に出てきた地下海洋施設みたいな、そんな感じがするよね。であそこでラスラパンネがサンドウィッチになって、
まあ、タンパク源よりもどっちかというと脂質が多そうな雰囲気のサンドイッチが出来上がって、食べてみたらカロリーがオーバーしすぎて海洋施設ごと爆破してボーンと。あれどっちの爆発の方が重要だったのかなってさ、クリスもさジェイクもさ同じ場所にいたわけじゃん。で爆発しますってなった時に、その爆発が影響してなんだっけ、あのジェイクが逃げるタイミングでもう後ろから爆風が追ってきた、そういう考え方でいいのかな。何が原因の爆発が起こったんだろうね。うん、よく聞け。なんか今日ちょっと話がとっちらかりすぎて、結局おめえさんな何を見て喋ってるだって思ってるかもしれないんですが、まあそういう日もあって楽しいですだ。なんかねちょっとね、あの昇進してるんです、あの気持ちが、はい、なのでその昇進具合に気づいた方はぜひですね、俺に構うな、コメント欄で大丈夫って投げかけてもらえたら非常に嬉しいご挨拶でございます。ということで、次回パートでまあ、ちょっとタイランドちゃんとの最終決戦でぶちのめしてエンディング迎えたいと思うので、一旦ここでアイテム整理だけ済ませてしまって最終パート臨んでいきたいかなというふうに思います。あそこがゴール、うわ痛い、危ない、あそこがゴールですね。まあ、ちょっとレバー装置を最初から破壊しておいても動けなくなって、レオン・オワターにしとこうかなというふうに思います。アイテムとしてこれは使うし、これ持ってなかったらなんかいけないとかあるのかな。まあいいや、持っとこう。うん、鍵はいらねえし OK。 まあいいや、そしたらね、次回パートで最終になりますんで、ぜひね最後まで応援と登録ボタンとグッドボタンしていただけたらというふうに思います。ちょっと固まってどうしようかな。あ、でもいいか。はい。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。バイバイ。